朝霞駐屯地は、東京都練馬区、埼玉県朝霞市、和光市、新座市にまたがる、陸上総隊司令部等が駐屯する、陸上自衛隊の駐屯地である。駐屯地司令は、東部方面総監部幕僚長が兼務。国道254号に接する朝霞門の右側には、陸上自衛隊広報センターが所在する。また、隣接するアサ訓練場では3年に1度、 自衛隊記念日に中央関越式が実施される。詳細はキャンプドレークキャンプサウスを参照予科より早く市ヶ谷台から神奈川県座間市に移転した陸軍士官学校の後続者を1978年に陸自が朝霞駐屯地に移設し、現在は新武宇津記念館として主に陸軍予科士官学校関連資料を展示している。手前は吉野正門門中。 中東地構内の池、琵琶湖は、東京ゴルフクラブ3番ショートホールの名残である。日本陸軍アメリカ陸軍陸上自衛隊陸上自衛隊輸送学校が立川中東地から移住し、輸送学校長が中東地指令に職務指定。第1建設軍が豊川中東地から移住。第1建設軍を母体として第1施設団が新編され、第1施設団長が 駐屯地指令に職務指定、自衛隊体育学校が設置。前述のように駐屯地の敷地は東京都練馬区、埼玉県朝霞市、和光市及び新座市の一都一県、一特別区三市にまたがって所在している。東京都練馬区に係かかるのは東部方面総監部庁舎及び正門部分のみだが自衛隊の駐屯地の住所は 駐屯地司令部がある場所によって判別されるため、陸上自衛隊公式サイトなどに記載されている、便宜上の住所は、郵便番号178-8501東京都練馬区大泉学園長。国有財産情報では、東京都練馬区大泉学園長無番地として登録されている。なお、地図上では、東京都練馬区大泉学園長9丁目4番に当たる。なお、 電話の市外局番は、埼玉県地域の川口 MA-048 が適用されている。ただし、駐屯地内で、東京都練馬区内の場所にある公衆電話は、東京 MA-03 が適用されている。朝霞訓練場内の中央関越式会場。部隊が更新する道路を挟んで、観覧車のための仮設スタンドが並ぶ行動を挟んで、 駐屯地の西側に隣接する形で、朝霞訓練場が設置されている。訓練場の敷地は、埼玉県朝霞市、新座市にまたがって所在している。訓練場内は、自動車教習所、屋内射撃場、校舎地区などが設置されており、一部の区域で、人地構築等の小規模な訓練が可能となっている。3年に一度の自衛隊中央関越式では、 後日の広場と道路が会場となる。前述の通り1964年東京オリンピックの射撃競技会場となったほか、2020年東京オリンピックパラリンピックでもオリンピック基準に適合した仮設施設を整備した上で射撃競技が実施される予定である。公式の競技会場名は日本語では陸上自衛隊アサ訓練場、英語では朝霞シューティングレンジとなっている。 訓練場敷地内の中央部やや東寄りの区画には北東から南西に向かって直線道路があり周囲は大きく開けた広場となっているこの場所はかつては朝霞訓練場離着陸場の名称で小型の連絡機の発着に用いられていたもので航空法に基づく飛行場ではなく飛行場としての設備も設けられていなかったため公的な地図等に 飛行場として記載されていたことはないが、当時の周辺住民には、朝霞の飛行場を等と呼ばれていたことがあり、かつて、朝霞駐屯地には飛行場があったと記述されている、書籍化が存在するほか、朝霞駐屯地は戦前は、陸軍の飛行場だったという古説のもとにもなっている。現在では、小型連絡機がべて退役したため、北側の一部を自動車教習所に転用し、 発着場としては用いられていないが、時折ヘリコプターの発着場として用いられているほか、中央関越式の会場として用いられている。ありがとうございます。